バクシモンズ、バクシモンズは何を買いに来てたんだ、買ってったんですか。買ってったんですけど、ブランドがエレクトリックコテージっていう昔藤原宏さんがやってたブランド買ってて、はい、もうラフシモンズと全く関係ないっていうか、その一番遠いレベルのブランドを買ってったからのサングラスを、これ他にもまだ 2個あるんですけど、はい、これのもう一方分買ってって。へー、自分のこと見るんですか。いや、なんか俺その時は直接いなかったんですけど、一緒会っただけなんですけど、なんかブランドも見てました。そこのあの部屋のラックをちょうど見てました。ここのラックが結構ベルギーのブランドとかが多いから、はいはいはい、結構そこの部屋を見てました、ね、さっきの、お、俺のやってなるのかな、ってなるんですかね。でも気持ち的にはどっちなんですかね。どっちなんだろうな。やめるじゃないですか、アーカイブ。そうね、がちょっと原因になってる可能性もあるから、どうなんですか。そうだよね。あ、俺が昔作ったやつやと思いながら見んのかな、あ、さっきのジャケットとか。そういう感じなんですかね。これのそれの違う型を買っていかれて。あ、なるほどね。それが前4個ぐらいあったんですけど、それのうちの1個買っていかれましたね。へえー、ラッシュモンズが、あ、かっこいい。これも買う。これかっこいいですよね。かっこいいですね。耳のここのあたりとかもめっちゃちょうどいいわ。なんか自分の骨格に。お、俺もこれ買うわ。その、いや、それ関係ないけどね。別に、ラッシュモンズとかは。ラッシュモンズ買ったんですか？もう同じの持ってるってことですか？違うデザイン。同じブランドの違う型を持ってます。型が違うんだ。型が違う。なんかもうちょいシンプルで、形はスクエアなんですけど、もうちょいシンプルめのやつを買ってきました。あ、確かに、こういうのもかっこいいな。俺もこのブランドのサングラスを持ってるんだ。そうですね。俺も買おうじゃん。影響されてます？いやいや、影響はされないよ。まあ、そんな、いちいち。バカじゃないんだから。単純に、俺も買う、それ別になんか、サングラスにとってかっこいいなって。ちょうど今日のさ、着てるやつのベー、ちょっとこの、さ、色味的にもさ、黄色系と、でもさっきスルーしてました。え？いや、その順番ね。順番に見て、さ、こうやって、俺がたまたまこうやって見てきただけだから、スルーっていうか順番ね、単純な。ラフは突然来たんですか？突然来ました。なんか外に僕がその日出勤してて、12月29日かな確か、で年始の準備してたんですよ、部屋で。でしたら外にちょっとタバコ吸いに行こうと思って出たら、なんか2人組の男性いて、外国人ので、なんかお前英語喋れるって言われて、あ、ちょっとなら喋れるよって、ここ古着屋みたいに言われて、あ、古着屋ですって。でデザイナーズ置いてるみたいな、いや、インポートとドメスティックどっちも置いてるよみたいに言って、でなんか入ってきた時にラフに似てるなーみたいなスタッフの中でなってて、さすがにでもどうなんだろう、わかんないな。そうなるんだ、やっぱり知らないから、はい、あの日本に来てる子がどうなんだろうなみたいに言ってて、で違うスタッフの子が、え、あのどちらから来られたんですかって言ったら、アントワープって言って、えっていう顔をしたら、隣のその付き添いの人が It's so him って言って、 It's so him かっこよみたいな、もう名乗るほどでもないぞ、もうみんなが思ってる、ってそう、みんなが今頭に浮かべてるそいつだぜって、かっこよすぎるだろ、その人の。喋っててラフに接しすぎたんですよ。ラフシモンズに日本人で一番ラフに接したかもしれないっていうレベルで、なんかちょっとなんか失礼だったかもしれない、本当に最初は。最近外国人のお客さん多いんですけど、同じ感じで対応しちゃったんで、もはやちょっと失礼ぐらいの、もしかしたら失礼かもしれないですけど、それが良かったかもしれないですね、逆に。あ、逆に良かった。だったんでしょう、ね、やっぱり。でも、申し訳ない、すげえ。自分をラフシモンズとして接してこない心地よさは、絶対あると。人間としてですか。そう、絶対あると思う、やっぱり。かっこよ。根っからファッションってことなんでしょうね。ファッションだもんね、その。なんか完成されてますね、その、一くだり。すべてが。一くだりが、ファッションとしてコーディネートされちゃってた。ラフシモンズすぎるっす。ここに登場するまでもうラフシモンズすぎますもんね、全部。ラフシモンズがラフシモンズすぎました。あまりにも、あまりにも
ちゃ面白いな。あまりにも聞いてられる話だと思う。